胞子体、または、造胞体とは、世代交代を行う、植物、藻類もしくは菌類などで、服装、すなわち相同染色体を二組持つ世代もしくは、多細胞体を言う。対義語は、配偶体。胞子体は、原数分裂により、単層の胞子を作る。これが、細胞分裂して配偶体ができ、配偶体は、配偶子を形成する。 子有の配偶子が融合して複層の接合子となり、これが細胞分裂を繰り返して多細胞の胞子体を形成する。本来の性別は異形配偶子を形成することに関連するもので配偶子を作る配偶体に見られる。したがって胞子を作る胞子体には性別は存在しないのが普通である。世代交代において胞子体を無償世代と呼ぶことが あるのはこのためである。しかし、シだ植物の一部には大胞子と小胞子という二種の胞子を作るものがあり、前者からは死性配偶子が、後者からは有性配偶子が生じる。つまり、胞子の段階で雌雄の区別があることになる。現世のシだ類ではこれらを同一個体の上につけるが、もし別個体の上に生じれば、それらをメカブとオカブと呼んでいいだろう。つまり、 ここに性別が判別できる。種子植物における子有異種はこれに基づく。種子植物では肉眼で見える植物体が胞子体である。配偶体は胚種内の胚脳よび花粉で顕微鏡レベルの大きさに対価し胞子体に寄生している。シだ植物でも普通見る植物体は胞子体であり、配偶体は微小で目立たない。死だ植物の胞子は 多くの種で雌有の区別がないが、岩日和家や水生種だの一部では雌有の区別があり、これらからできる全養体は配偶種として卵子と生子のそれぞれ一方だけを作る。苔植物では配偶体が栄養体である。配偶体の上に形成される柄のついた胞子脳が胞子体で、これは配偶体に寄生して胞子を作るだけである。多細胞藻類の多くでは、 胞子体の方が大型になるが、ほとんど同じ大きさになるものもある。上でもわかるように、胞子体が配偶体より大きい例が多い。ただしこれは必ずしもそうではなく、苔植物のように明らかに、胞子体の方が小さいものもある。ところで、シだ植物と苔植物はごく系統が近いか、共通の祖先を持っていると考えられ、 それぞれ配偶体と胞子体のどちらかが発達したものであるが明らかにシダ植物の方が大きくて複雑である。このようなことから服装であることが栄養体の大型化、複雑化に一定の意味を持つとの議論がある。ありがとうございます。